こんばんは。2016年9月8日木曜日、時計の針は夕方6時を回りました。今日も夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まだですね、雨の方もぽつりぽつりとあちらこちらで降っているようですが、皆さんのところはいかがでしょうか。これからね、少し週末にかけて、週末はイベントもありますので、お天気の方が回復してくれるのを願うばかりです。さて、昨日は9月7日、キウナの日だったんですが、今日9月8日ある日だということです。ちょっと皆さんにそれでは先にね、ご紹介したいと思います。それでは VTR スタート。皆様どうも、ハイサイ沖縄吉本興業ピン芸人のクーバーよしきと申します。昨日は、9月7日で9日の日ということでございましたが、今日はなんと、そう、9月8日でございます。何の日かもうご存知ですよね。そうです、熊の日でございます。よろしくお願いいたします。やったー、出られた。というかあのですね、クマっていうのは全国で2700名いるということで、今日この日はですね、クマのことをみんなちょっと考えていただいて、一回クマという人に出会って、あと何時間かあれるでしょ、今6時だから7時8時9時10時11時12あと6時間ありますから、よければ皆さんのお知り合いのクマの方に電話をかけていただいて、おめでとうって言ってもらっていいですか。僕はまだ一件も連絡が来てないので、よければ全国のね、皆さんの知ってる携帯の中でクマいるかなって探して、今もクマの人に電話かけてあげてください。そしたら僕たちは皆様のために行きますから、よろしくお願いします。9月8日クマの日でございました。なんでここで撮ったの。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。吉本芸人クーバさん、ね、ここ読谷村出身で沖縄県内外で本当に活躍なさっていますけれどもね、今日9月8日はクーバの日ということです。皆さんぜひ覚えていてくださいね。さて、今日は、旧暦の8月の8日さあ皆さん、今朝のイモーニングでも紹介されたんですけれども、さあ早速今日の一番ニュースをご紹介していきましょう。今日の一番ニュース、さあ今日の話題です。旧暦の8月8日トウカチ、米寿の日となっています。沖縄県は皆さんもご存知のように本土と違って旧暦をとても大切にしている土地なんですけれども、この旧暦で今日の8月8日はトウカチ、米寿の日となっています。さあ皆さんに改めてこのトウカチ、特に沖縄県にお住まいの皆さんは分かるんですが、本土から来られている皆さん、そしてこのトウカチというものがどういう意味があるのか、皆さんにご紹介していきます。さあ、トウカチ、これは数えで88歳のお祝いで、米寿祝いと同じです。トウカチ祝いは旧暦の8月8日に親戚一同を招いて、自宅やホテルの会場などで盛大にお祝いをします。そのお祝いに来てくれたお客様にトウカチをお土産として配るのが沖縄ならではと言われます。ちなみにトウカチとは平らにするという意味があり、マスに盛ったお米のマス切りに使用する竹の棒のことを言うそうです。さあ、そんなトウカチ祝いのセットとして、竹が3本、赤い敷物、扇、ざる、そしてマスセット、このマスは1升マス、5升マス、1合マスの3つを用意し、それぞれにお米を入れてお米をマス切りするそうなんです。さあ、その他飾り物や、その他のものとして、米寿、トウカチ用の龍花が書かれた掛け軸、あやかり昆布などを用意いたします。このあやかり昆布もお祝いに来てくれたお客様に配る品物の一つとなっています。
そして十勝を、さあ皆さん沖縄ではね龍華ね有名ですけれども、十勝用の龍華を今日は皆さんに観光情報番組読谷ラジオで有名なサブロージーからメッセージが届いているのでご紹介いたします。それではサブロージーお願いします。ユニの十勝やキリマシドやよろムティのカジマやゆウニゲーサビラサブロージーでした。サブロージーありがとうございました。まさかサブロージーから十勝用の龍華が届くとは。さあこれを訳すと、88歳の十勝祝いはちょうどまだマスのすり切りぐらいだけど、もっと長生きして今度はマスにこぼれるぐらい持って大きいカジマヤ祝いをしようね、おじいおばあ長生きしてよという意味だそうです。県内では60歳で還暦、88歳で十勝と呼ばれる米寿のお祝い、そして97歳になるとカジマヤのお祝いをします。さあ今年、お祝い米寿のお祝いをされた、金城牧俊さん、さあステージに飾られました、この米寿の十勝祝い、今年お祝いとされました金城さんの、皆さんご様子ご覧になられてください。またですね、先ほどご紹介した掛け軸などもありましたね。 FM 読谷の日上幸さんが、この十勝祝い、ね、よく司会をさせていただくそうなんです。今週の土曜日も行われるそうです。さあ最後に平成28年度読谷村で米寿を迎える十勝祝いを迎えられる人数168名の皆さんだそうです。男性は49名、女性は119名、合わせて今年平成28年度168名の皆さんが十勝祝いを迎えられるそうです。おめでとうございます。こちらは今日読谷村役場福祉課より人数の方も確認させていただきました。おめでとうございます。以上今日の一番ニュース十勝祝いをご紹介させていただきました。夕刊 TV、 琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。さて明日の地方面ご紹介いたします。先祖崇拝素晴らしい、命の祭り、原作草場さん、中城で講演会の話題です。中城の御佐丸歴史資料館図書館開館を記念し、8月29日草場さんの講演会が開かれました。草場さんが原作を書いた命の祭りシリーズは約40万部のベストセラーになったそうです。来場者は同作が生まれるきっかけとなった草場さんの沖縄文化との出会いや保育園での体験談を通して命の大切さや尊さを、考えて作られたそうです。さあ御佐丸といえば、ここ読谷村、ね、皆さんご存知の世界遺産座喜味城跡がありますが、中城の方で御佐丸歴史資料図書館こちらができたということで、私たちもちょっとね行ってみたいなと思います。またちなみに、ここね読谷村の歴史民俗資料館の方はいよいよね新しく生まれ変わるということで、先日起工式が行われましたね。できるのが楽しみです。続いての話題です。本番に向けて稽古に熱、イエソンの話題です。イエソン内の2つの小学校の児童が所属するイエソンのスポーツ少年団相撲団の団員は、九州と県内で開催される相撲大会に向けて連日地道に稽古を積んでいるそうです。11日に行われるということで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。続いての話題、読谷村の話題です。エーサー披露、読谷村観光 PR、 名古屋で読谷デー、
夕刊 TV でもご紹介しました読谷村、毎年読谷村でキャンプをする実施する中日ドラゴンズの応援や村をアピールする読谷デー2016が8月27日、28日の両日愛知県名古屋市の名古屋ドームで開催されました。エーサーを踊るキナ青年会の皆さんが掲載されています。ぜひ明日の地方面をご覧になられてください。続いての話題です。島野菜の調理法を紹介、糸満市の話題です。健康増進月間にちなんで糸満市民健康部は9月の健康増進普及月間に合わせて5日から市役所1階の市民ホールにて健康相談や島野菜を紹介したパネル展示を行っているそうです。こういったね、やはり健康を考えられて各市町村でこういう実施が行われる素敵なことかもしれませんね。続いての話題、同じく糸満です。大綱引きシャツで PR、 糸満市の商工会がグッズ販売です。旧暦の8月15日に行われる糸満大綱引きを前に糸満市商工会では大人用のポロシャツと子ども用の T シャツを販売し綱引きをアピールしているそうです。ぜひね、今度行われる大綱引きの際にこのポロシャツ購入してみてはいかがでしょうか。最後の記事です。130人日頃の成果披露、八重瀬で子ども芸能祭、八重瀬町の方で開催される踊る夏心をテーマに第11回子ども芸能祭が公民館で開催されたそうです。まあ、130人の、ね、子どもたちの様子などが映っていますからぜひご覧になられてください。続いてはイベント情報です。さあ今日皆さんにご紹介するのはのだめカンタービレ。こちらが沖縄市民会館大ホールにて10月の1日土曜日開催されます。人気漫画に登場する名曲の数々を生のオーケストラが演奏します。ぜひお問い合わせは琉球新報社098-865-5200までお願いいたします。以上イベント情報でした。琉球新報先読みコーナー、このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。夕刊 TV、 いやささ夕刊読みラジ。さあ今日の話題です。おすすめ読谷村のおすすめしてくださる、今日は二方の方が、ご出演されていますよ。伊波敦さん、遠山勝則さんです。さあ地元の方々、そしてですね、地元の方だからこそわかる読谷村のおすすめスポット、一体どんなところでしょうか。日頃からね、観光客の皆さんが訪れる読谷村です。それでは早速 VTR 2本続けてどうぞ。はい、議会議長の伊波であります。読谷村、いろんないいところ、風光明媚なところがたくさんありますけれども、議会議員として一つ、ぜひとも議会の傍聴にもいらっしゃってください。そしたらより一層読谷のことがわかると思います。よろしくお願いします。はい、夕刊 TV を見てる皆さんこんにちは。私は読谷村で旅行業を、させていただいております。会社名は旅ラボ沖縄の代表、遠山勝則です。よろしくお願いします。はい、読谷村の魅力、はい、ガイドブックでいろいろ見たりする方々もいると思います。レンタカーであちこち回る方もいると思います。観光地はもちろん、自然豊かな読谷村、夕日も綺麗です。ただ車であちこちぐるぐる回るというよりは、一歩車から降りて街中をずっと歩いてみると、隠れた、スポット、地域のおじいちゃんおばあちゃんたち、一声かけてみてください。ハイサイハイタイ、沖縄の言葉でいろんなことが返ってくると思います。そこから沖縄の読谷村の、いいところがたくさん見えてくると思いますので、そこも楽しみにして、それから地域の居酒屋、スーパー、あちこち観光地でない読谷村もぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。楽しんでください。はい、お二方の、ね、動画をご紹介いたしました。さ
さあ、読谷村議会でも傍聴ができるというのもすごいですよね。ご存知のなかった方、ね、地元の皆さんはぜひ一度、行かれてみてくださいね。続いての話題です。さあ、今日ご紹介するのはレンタカー利用の観光客の皆さん限定、沖縄ドライブマップ利用特典、読谷村特産品プレゼントの話題です。さて、改めてご紹介していきます。さあ、沖縄ドライブマップというのは、私たち FM 読谷は県内で、ね、メディアではとても珍しい参助会員となっています。レンタカー利用の皆様に手渡される情報誌、レンタカー利用注意事項、お得なクーポン、地図、マップコードなど情報が盛りだくさんとなっています。そんな中、22ページに私たち FM 読谷が掲載されているんです。そしてなんと毎朝9時、観光情報番組読谷ラジオを聞くと、そしてメールを送ると、毎月10名様に読谷村の特産品をプレゼントしちゃいます。ぜひね、観光情報番組読谷ラジオを聞いて番組にメッセージを送ってください。記入するものはお名前、住所、連絡先、そして読谷ラジオの、ね、メッセージ、また読谷村のここが好きだよなんていうものもね含めて写真などを添えて送ってください。またご利用の、レンタカー会社、こちらもねよかったら書いてみてくださいね。ぜひ明日の読谷ラジオを聞いてメール送ってください。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。ゆーかん TV FM 読谷インフォメーション。さあ、今日の話題です。第69回読谷村陸上競技大会ラジオ UTV 生中継のお知らせです。さあ、皆さん、もうねすでに FM 読谷の中では番組の合間に CM が流れていますよね。この陸上競技大会というのは読谷村体育協会の皆さんのご協力のもと私たち放送させていただいているんです。さあ、今日はそこで、なんと体育協会の皆さんの応援 CM を皆さんにお届けいたします。それではスタート。追山セット。9月11日日曜日午前8時30分から読谷村陸上競技場にて第69回読谷村陸上競技大会が開催されます。読谷村のアスリートの祭典、各自治会の熱い戦いがここにある。皆様のご来場をお待ちしております。さあ、いよいよ今週日曜日となりました。第69回を迎える読谷村陸上競技大会、各自治会の子どもから大人まで熱い戦いが繰り広げられます。さあ、そこで私たち FM 読谷は読谷村情報中継車を設置し、またですね、この中継車の中からラジオとインターネットテレビで生中継いたします。さあ、会場の様子をねぜひ皆さんご覧ください。そしてお近くの皆さんはぜひこちらの方に足を運んでください。お待ちしております。以上、 FM 読谷インフォメーションでした。さあ、続いてはとことん読谷知っとこ読谷です。さあ、今日の話題はイベント情報。さあ、早速ご紹介していきます。飲酒運転根絶県民大会が行われます。それでは改めて日程をご紹介いたします。明日9月9日金曜日、時間は午後3時から午後5時まで。場所は沖縄市民会館大ホールにて、入場は無料となっています。さあ、皆さん、ね、26年、ね、もう本当に続いている飲酒運転、これをですね、県民一体となって飲酒運転をぜひ根絶させましょう。ぜひ皆さん、明日、ぜひこの、ね、沖縄市民会館大ホールの方にお越しください。続いての話題です。社会を明るくする運動、読谷地区共生展のお知らせです。さあ、夕刊 TV でもご紹介いたしました。週末に行われます。改めて日程をご紹介いたします。9月10日土曜日、
朝10時から夕方4時、日曜日は朝10時から夕方3時までとなっています。場所は読谷村文化センターふれあい交流館10ホールにて行われます。さあ、共生展とは法務省が唱える社会を明るくする運動の一環として、共生施設の業務やその運営状況を紹介し、皆さんが作られた作品などが展示販売しています。さあ、中には三芯立て、トイレットペーパー入れ、おすすめは燻製器となっています。ぜひ週末は読谷地区共生展にお出かけください。さあ、続いての話題をご紹介いたします。村内情報です。さあ、今日ご紹介するのは読谷村社会福祉協議会地域見守りネットワーク事業のお知らせです。改めてご紹介いたします。この地域見守りネットワーク事業なんですが、9月13日火曜日午後2時から午後4時まで、精神障害の方への対応を学ぶ、そういった授業が行われます。そして9月20日火曜日午後2時から午後4時まで、聴覚障害の方への対応を学ぶ、地域または会社や店舗などに高齢や障害などによる介助や見守りが必要と思われる方がいた場合、さりげなく対応ができる技術や方法について学ぶ、そして読谷村における地域見守りネットワーク事業を推進することを目的としてセミナーが開催されます。ぜひ多くの皆さん、定員は各講座ともに20名となっています。また参加料は無料となっていますので、ぜひご参加ください。以上、見守り隊のお知らせでした。とことん読谷しっとこ読谷では皆さんからの動画メッセージなどを募集しています。 FM 数字の786アットマーク fmyomitan.co.jp となっています。以上、とことん読谷しっとこ読谷でした。ゆーかん TV。 さあ、お届けしておりますゆーかん TV、 そろそろね、あたりの方は薄暗くなってきましたよね。日が短くなってきましたけれども、さあ、皆さん早めにライト点灯しましょうね。続いては読谷交通情報です。国道58号のみやカメラの様子です。雨は上がっていますが、やはり路面はまだまだ濡れているようです。しっかり車間距離を取り、そして前とのね、またライト早めの点灯をよろしくお願いいたします。続いてラジオでも放送しています。平日は朝7時30分から夕方は5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆーかん TV。 みんなのお天気希望。さあ、みんなのお天気希望です。まあ、このね、最近みんなのお天気希望に出たいという方がですね、この県内だけではなく県外からもお声が届くようになりました。出たいという方は動画送ってくださってもいいですよ。それでは早速 VTR スタート。はい、沖縄フリータイムのパーソナリティナリです。さあ、もちろん明日の天気は、はい、片目コンタクトなしなので、晴れの後々曇りがいいかなと思います。イエーイ。まあ、理由はもうそうですよ、もう言った通りの片目、こっちだけコンタクト入ってて、こっちだけコンタクト入ってないんですよ僕。はい、覚えてくださいね。ナーリーです。以上です。ウェイウェイって言ってましたけどね。面白いですね。毎週日曜日の、夕方4時から放送があります。沖縄フリータイムの皆さん、こちらですね、アーティストの方や俳優業の皆さんが、番組されていますので、ぜひご覧になられてくださいね。続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表の天気予報。まず天気概況からです。沖縄本島中南部と本島北部では8日夜の初め頃まで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では土砂災害、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。続いて沖縄本島中南部のお天気です。
北西の風やや強く、後南西の風雨、夜遅く曇り、ところにより雷を伴うとなっています。波は2メートル、昨日よりは少し弱まりましたね。続いて今夜から明日のお天気です。今夜も明日も雨のち曇りとなっています。洗濯物はちょっと控えた方がいいかもしれませんね。最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在ようやくですね、注意報だけになりました。現在大雨雷注意報が出ています。皆さん十分お気をつけください。以上、天気予報でした。ゆうかん TV。 さあ、お届けしておりますゆうかん TV ですが、いよいよ週末に向けてね、私たちも村陸の中継準備もしていかないといけないんですが、なかなか天気の方が回復しないようなので少し気になりますよね。この週末に備えてトレーニングなどを日々重ねていらっしゃる皆さんも多いと思いますので、ぜひ週末は晴れるように、ぜひ天気の方も祈っていただきたいと思います。さあ、お届けしてまいりましたゆうかん TV ですけれども、最後に一つ、締め切りが迫っているので皆さんにご紹介してまいります。飲酒運転根絶キャンペーンのお知らせです。嘉手納および読谷の地域の郵便局が連携し、飲酒運転根絶に向けた取り組みが今年もスタートしています。さあ、 FM 読谷から届く、裏面は飲酒運転ゼロっていうね、書いたハガキ、もしこちらがポストに入っていたら9月の、10日までに FM 読谷までお持ちください。なんと抽選で FM 読谷の T シャツがもらえるかもしれませんよ。ぜひチェックしてみてくださいね。さあ皆さん、ゆうかん TV も今日もあっという間に終わりましたが、明日もまたこの時間にお耳にかかります。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほどばっかりでもないけど、生きていけばいくほど、人は知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなメールにもなとくらなるほど、大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せ